ストデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、クソデッキ製造マシンとしてはですね、やらざるを得ない最強コンボっていうのがありまして、皆さんブラックローズドラゴンの悪用方法をね、本日はお見舞いしていきたいというふうに思っておりまして、どういうふうにやっていくかっていうと、ブラックローズドラゴンって結局その全ての、カードを破壊するっていうめちゃくちゃやべえ効果を持ってるんですけど、これ自分も死ぬと。基本的に出てきたら全部っぱするけど自分も死ぬっていうのがちょっと弱いところだったじゃないですか。自分だけ生き残ったら強いと思いませんか、ブラックローズドラゴンさん。なので今日はですね、自分だけ生き残るっていうブラックローズドラゴンのギミックをお見せしたいと思ってます。でどういう風にやっていくかっていうと、新しくね、新パックで、実装されたこのタツノコくんっていうのが、これサンチューナーなんですよ、シンクロモンスターので。これ手札のモンスターもシンクロスターにできるよっていう、まあそういう面白い効果を持ってるんですね。でこれタツノコとハンドレッドドラゴンっていう、このモンスターで組み合わせてシンクロ召喚すると、ブラックローズドラゴンが実は1回だけ死なないっていうやばいことが起きるんですね。これを今日やっていきます。はい、どういう風にやっていくか、ライティドライバーを召喚で、レフティドライバーを特殊召喚で、ライティレフティで3シンクロタツノコで、タツノコと、ハンドレッドドラゴンでシンクロして、ブラックローズドラゴンで、チェーン1ブラックローズドラゴンの効果、チェーン2でハンドレッドドラゴンの効果発動して、こいつが、シンクロ素材として、シンクロ素材っていうか墓地へ送られた場合、フィールド上のエクストラデッキが特殊化されたブラックローズドラゴンを選択し、このモンスターが、1回だけ戦闘効果で破壊されないよっていう効果が付与されるんで、これでブラックローズドラゴンを自分の効果から守る。で相手の、フィールド上のカードは全部ぶっ発してあるんで、ブラックローズドラゴンでぶん殴ると。で、ワンキル取れるように、イージーチューニングっていうカードを入れました。こいつ1700あるんですよ、打点。高いでしょ。だから、ブラロした後に、タツノコをイージーチューニングで除外すると、4100のブラックローズドラゴンが爆弾するんで、これでワンキルです。はい。これがクソレッキ製造工場のね、本日の新パック。新パックって言ったって、まあそんなに新ではないが、一番最新のパックの悪用方法よ。はい。で、コンボパーツが一応結構多くて、ライティドライバー、ハンドレッドドラゴン、イージーチューニング、またはまあそのバック除去みたいな感じなんで、コンボパーツを集めやすいようにカイトロイドとか、ベイルとかいうこういう、不快なカードを入れまして、相手の、ワンキルを防いでいくという感じですね。で、もちろん、これだけだと勝てないこともあるんで、まあこういうね、なんかそのゼンマインとか、あとはなんかディフェンダーとかこういうね、カードが入ってまして、まあ、こういうので、なんか、頑張って耐久しながらコンボパーツを集めていきたいというふうに思っております。早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあクソデッキ製造工場へようこそ。クソデッキ製造マシンによるクソデッキショーをお見舞いしていきましょう。はい。あ、割と手札はワンチャンある。ライティドライバーが欲しいな。はい、はい、ガリバね、オッケー。ガリバオッケー。ブラックローズドラゴン環境的にさ、そのフリーチェーンのなんか妨害多すぎてさ、なんかあれなんだよね、ブラックローズドラゴンで結局全部吹っ飛ばすことができるわけじゃないですか、効果で。けどさ、そのブラックローズで吹っ飛ばす前にさ、バックを除去しなければならないってめちゃくちゃ弱いよね。その結局なんかフリーチェーンがあるからブラックローズドラゴンの効果通るわけないみたいな。だからまずは一回バックを除去しようみたいな、このなんか矛盾ね。ブラックローズそもそもバックぶっ飛ばせんじゃないのかいみたいな。めちゃくちゃめんどくさいわこれ。はい、ね、羽休め打ってくで、羽休め効果で3枚ハッピーモンスター戻すことにより、カードを2枚ドローするとかいうやばいっす効果。てかハッピーってなんでこんなにさ、なんかシンクロとかいうさ意味は分かんない方法で魔改造されたの。なんかなんでさ、このシンクロ、なんかシンクロっていう次元に突入したのこいつ。いつの間に、ライト強っ、最強かよ。コズミックサイロンで、これ勝ちましたね。ちょっと見てください。今からね、はい、分からせるんで、はい。なんか意味不明なモンスターが立ってるんで、分からせます。はい、でライトショット発動。はい。はい、オッケー。月強そうじゃん。ライティドライバー召喚。ライティドライバーの効果を発動。ライティドライバーの効果によって、レフティドライバーを敵から特殊召喚。そして、レベル2のレフティドライバーに、レベル1のライティドライバーをチューニング。シンクロ召喚。さあ海の中をピチピチと泳いでいく。タツノコちゃんをシンクロ召喚。タツノコちゃんはシンクロ素材にする場合、手札のモンスターも素材にできる。さあここでレベル4のハンドレッドドラゴンにレベル3のタツノコをチューニングしていく。行け、冷たい炎が世界の全てを包み込む。し、僕の花よ開け、シンクロ召喚ブラックローズドラゴン。うおー、ハンドレッドドラゴンの効果チェーンに発動。
ハンドレッドドラゴンはブラックロスドラゴンを一回だけ効果界が守る。はい、自分だけ生き残ります。はい、自分だけ死にません。バトルフェイズ試していいですか。自分試していいですか。イージーチューニング発動。うおうーん、ゴミデッキすぎ。さあ、おわ相棒いくぜ。相棒、この一戦で俺の運命が決まる。いくぜ相棒。いくよ。相棒すまねえ、ハンドはちょっと強いぞ。ハンドは超強い。いいだろう。エレクトリックマグネットウォリアアルファいいだろう。磁石デッキいいだろう。そのデッキにはブラックロードドラゴンが結構効くんじゃねえか。ゴズミックサイクロンも引いた。いくぜ相棒結構ハンドはガン決まってるぞ相棒。俺は手札よりマジックカードゴズミックサイクロンを発動。ゴズミックサイクロンの効果によりそのカードは1枚除外させてもらうぜ。さあどうする相棒。さあ蘇生札かな、あれは何かな。さあアルファ効果、アルファ効果で、あ、これで試合終わるの。強化水かなんかじゃないのかな。お願い、はいはい、モンスターを召喚。はい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 、あ、結集か。なるほど、モンスター結集か。今手札にないのかな、あの磁石モンスター。多分結集今チェーンできたんじゃねえの。あ、できねえか、モンスターやるのか。無理だ。まあいいや、とりあえず深海のディーバーを召喚。さあ深海のディーバーの効果を発動。デッキからレベル3以下のカリーズゴモンスター。誰やねん、極限界の輸送部隊を特殊召喚。お前誰やねん。そしてレベル1の極限界の輸送部隊にレベル2の深海のディーバーをチューニング。シンクロ召喚、プリ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 。あのタツノコの鳴き声です。はい、プリ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 。でタツノコは手札の、モンスターとシンクロ召喚をすることができます。はい、レベル4のハンドレッドドラゴンにレベル3のタツノコをチューニング。シンクロ召喚頼むぞ、頼むぞ。モンスターをシンクロ召喚。ブラックローズドラゴンの効果、さらにハンドレッドドラゴンの効果を発動。俺はブラックローズドラゴンを対象に取り、そのモンスターは有効のゲーセンいいだろう。このモンスターは一度戦闘効果では破壊されない。はい、全部ぶっ壊れました。はい、じゃあ、ダメしていきます。はい、対戦ありがとうございました。すまんな相棒、これが遊戯王デュエルリンクスだ。どうやら理解したんだな。そうだ、これが遊戯王デュエルリンクスというゲーム。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、相棒行くぜ。相棒 LP 増強アルファ。このデュエル君に勝った。 LP 増強アルファ俺のターンだ。わかんな。とりあえずライティドライバーを召喚。ライティドライバーの効果を発動。ライティドライバーの効果によってレフティドライバーを特殊召喚。やっぱなんだかんだこのライティドライバーっていうモンスターがやっぱ初動として非常に優秀ですね。はい、このモンスター、このモンスターマジで強いです。やっぱね、あのまあ OCG の方でもね、ライティドライバームーブっていうのは死ぬほど強いんだけど、で御用ディフェンダーと御用ディフェンダーで、まあ、これ御用ディフェンダーを出せるっていう時点でまあやばいんですけど、とりあえずこれで全枚かなんか出しといて。はいはい、やっぱね1枚をねその2枚にできるようなカードはねやっぱり、ね、当たり前に強いですよね。でこれ防御がないんでバウンスされたらマジでおしまいです。はい、沼地のマシンをこう融合。なるほど、なんだそのデッキは。おう、分からんなんだこのデッキ。サイレントマシン、あ、なるほど。はい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 、サイマチで黒木文超か。あ、強いね。ハンドレッドドラゴン、あ、なるほど。これあれですかね、あの時の魔導士入ってるやつですかね。とりあえず全枚の効果、破壊される場合素材を取り除くことができる。でこの効果を使ったエンドフェイズフィールド上のカード1枚を破壊する。はい、サイレントマジシャン破壊する。サイレントマジシャンの効果、破壊されるとサイレントマジシャンレベル8が出てくる。かわいい横乳が強いけどちょっと召喚ムービーを見てる時間はない。オノタドロライティ、うん、なるほど。これさ、これさ、ハストールくんってさ、ハストールくんってさ、これ魔法カードの効果なのかな。え、でもこれモンスター効果だよね、墓地行った時の効果って。え、あれ相手の魔法カードの効果起きない。これってさ、ハストールでぶん殴ってさ、装備してパク装備してでサイクロンで叩き合ったらこれパクれんじゃないの。これ知らんけど、あいつなんかライフポイント増強アルファとかいうなんかワンキル阻止みたいなライフの
あの増強してるけど、これはもしかして分からせることできる？ここだ。あれ？さあ、これもしかしてもうやっちゃう感じこれ？もしかしてこれ？あ、もうやっちゃうなこれ。で、ハストールとか。ハストールは相手のモンスターに装備して、で持ちする。で、サイクロンで相手のハストールをバッチコで割ると相手のモンスターをパクることができる。はい。あ。あれあれ、ちょっと1個言っていいですか？ブラックローズドラゴンどこ行ったんだよ。